で私中国政治を専門にしておりまして今日ご依頼をいただいた時にですね中国ってどういうふうに世の中のことを考えていてそれがどういうふうに中国の経済活動に影響してくるんですかとこういうご質問をいた。だきました。で最もおまあキーワードとしてその時多分ジ保さんにつき上げてくださったのがあ「マルクス主義の時代か現代かってなんだ?」っていう話だったんですそれは後々お話ししますけれどもその前に今の習近平政権が基本的に、うん どういうことを目標としているのかということを概要としてお話ししたいと思いますみんながここで共通して目指しているのが共産党の一党独裁を守り続けることですこれ中国政治の最もコアの部分になりますアメリカとのやり取りをした時によく台湾がレッドラインだっていう指摘が日本のメディアであるんですけれども 台湾問題がレッドラインということも言いますが必ず同時に言っているのが政治体制に触れることはレッドラインだって必ず言ってるんですねこれだからメッセージとしても出てますし国内においてももう当たり前のこととして理解されている中国政治にとってのレッドラインは共産党体制が崩壊することですでは崩壊しないためにどういうロジックを組んでいるのかというのがこの1ページのご説明になりますまず一つには過去の功績 帝国主義列強に侵略されていたのを追い払って中華人民共和国建国に持ち込んだのは共産党の指導があったからだということが一つ歴史的なな功,功績としてて正当性の担保になっていますでこれは間違いじゃありません。間違いじゃありませんがよくよく見てみると日本軍と主として戦っているのは国民党軍なんですね本当はね。 なので国民党軍がまあ主軸になって日本軍を追い払った後に国境内戦という国民党軍と共産党の戦いで勝ったから共産党が建国したという形に本当はなってます。まあ歴史の話をしていくと実は中国の中では少しナラティブを書き換えて自分たちに都合のいい歴史像を作ってる。でもその中で必ず出てくるのは悪役としての日本と。 こういうことになりましておそらく皆様ご記憶だと思いますが2000年代の初めぐらいまではですね、この歴史問題っていうのが日中関係の最大の焦点だったわけですねで2010年代になると尖閣問題が出てくるので問題がぐっと質が変わるんですけれどももともとはこの歴史っていうのは中国の国の成り立ちの根幹に関わるので決して解けることのない摩擦とこういうことで日中関係の摩擦の種だったわけですでもう一つ え非常に強調されているのは、じゃあなんで今、昔いいことをしたのはわかるけど、なんで今もあなた方が政権を握ってるんですかと言われた時に根拠になるのが現在の功績。経済発展してるでしょうと。20年前の生活より今の方が明らかにいいでしょうこれは共産党の統治が正しいことをやってきたからですよねって、これも非常に説得力があります。実際に、 みんな皆さんも知ってるかな80年代ぐらいにはですね中国ってテレビを見ようと思ったらみんな一人のまあ日本の20年ぐらい遅れてるとよく言われるんですけど誰かのテレビを持ってる人の家に行ってみんなで集まって見て、えー、そこで日本で出てきたようなアニメとかを見てたりするんですね。そういう時代を通り越して今の経済発展をしてきたわけでだけれどもおこれができたのは共産党の指導が正しかったからだと。 いう現在の功績ということがこれも説得力を持って受け入れられていますでこれ対日関係に当てはめたときには歴史過去の功績を強調するときは日本は悪役なんですけど現在の功績経済を強調するときは日本はパートナーなんですね日本は非常に大きな経済支援を70年代80年代にしてくれていてこれはあ日本日中関係の話をするときに日本にプラスに働きますですので 経済関係をめぐって大事だという意識があるので、歴史で問題が起きても、いやいや、ちょっとこれ、日本大事だから、喧嘩あんまりしすぎない方がいいよって言って、歴史問題が起きても、ぐぐぐっと収束して、経済関係がいい関係を維持してますっていう状態が続いて、またしばらくすると歴史問題がぐぐぐっと上がってっていう、この波をずっと日中関係は経験してきてます。これが72年の国交正常化から2000年代までの日中関係の基本的な構図です。 共産党の一党独裁が正しいというために歴史と経済が大事なのでそのいずれものキー,キーアクターであった日本に対しての2つのイメージ図を持ってたんですね助けてくれる日日本と悪役の日本でこれをどちらを強調するかっていうのはタイミングによって違って歴史認識の問題が上がってくるときは悪役がよく言われる。でただ悪,すぎ悪くなりすぎると「いや日本との関係大事だから」って言ってこれを冷却化してよくなるとこういう波を取ってきた。 でこれが一気に変わってしまったのが2010年代の領土問題領土問題は歴史問題と違ってですね目の前にある危機が常にそこに存在するしかも右肩上がりでぐんぐんと緊張が高まっているということになりますので日中関係はどん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 2010年代から悪化の一途をたどってきていて悪くなっていくことを前提にして時々協力案件を打ち込むとこういう構図になっています 安倍政権が2018年に、まあ、一帯一路の条件付きの協力ということを言って日中で第三国市場協力ということをやってます今あの条件がまた変わってきて東南アジアとかにシフトしてますけれども当時は中国に進出するための足がかりとしての協力案件を政治的に打ち込んでくれたでもそれが必要だったのは基本的にどんどん悪くなってるからその時より今さらに悪くなってますので岸田政権はそろそろ何かブースターを打ち込みたいと。 思ってて努力をしいいるというのが現状になりますでそうこうしているうちに習近平政権3期目に入りました3期目に入りましたが3期目に入る時に自分の功績なんで習近平が3期連続でやらなきゃいけないのかということの説説得力のある説明でできてないんですねこれ後々も,もう一度あの出てきますけれどもできてないから習近平時代にはこれをやりましたというために 未来の功績を先物買いしちゃってますまだできてないんですけれども習近平が目指しているのは経済発展の結果広がった格差を是正してみんなが格差のない社会に暮らせるようにするという未来の功績をもう先買いしちゃってるんです。これが2021年に特に打ち出した共同富裕という一連の政策になります。 なんで自分たちが外の世界の言ってる民主主義の政治システムをそのまま認めなきゃいけないんだと世界には多様な国があって多様な文化があって多様な土壌があるんだから民主主義の形だって多様性があっていいじゃないかというのが中国側の主張あるいは人権についても西側が言っている個人の権利とかっていう人権の鍵になる言葉はもうあなた方先進国だからできるんでしょと。 発展途上国である我々からしたら、まず第一なのは生存権と発展権。そこで生きていけるというだけの十分な権利が担保されていることと、さらに豊かになるという権利があることでしょうと。これが基本的人権のコアだ。これ、あのあ、後で少し触れますが、文書としても確定してるんですね。で、マルクス主義の時代か現代か、あと時々大衆化という言葉もつきます。自分たちは社会主義を未だに標榜してるんだと。 経済活動もしてる今資本市場経済化してるけれどもこれはマルクス主義の概念を時代に合わせて発展させてきたから今の中国なりのマルクス主義なんだっていうこういう言い方をしてるんですよ。中身はマルクス主義の原則とは違うことをやってるんだけれどもそれは我々のマルクス主義だからそれでいいでしょってこういう議論になってきてるんですね。 で同じことは民主主義でも言えます。民主主義、中国は中国式民主として全家庭の人民民主があるということを言っています。で、これはですね、西側の民主主義とは違うってはっきり言っています。西側は選挙の時だけみんなの意見を聞いてこういうふうにしてほしいということを反映させるけれども中国ではもう選挙なんてないけどずっと常にいろんな人からいろんな意見を組み上げていてそれを政治に反映させてるんだと。結果を見なさいと。 みんな中国の方がアメリカより幸せになってるでしょって言ってたわけです。でこの意見が通ったのは特に見ていきたいこれ出た白書が出た21年12月なんですね。この頃っていうのはコロナ問題でアメリカで死者数が爆発的に増えていったけれども中国はまだうまくコロナ問題を抑え込んでいた時中国ではもう経済活動が再開できるんじゃないかと言われていた時期に中国のシステムの方がよっぽどうまくできてるよねということを打ち込みにいってる。 でこの頃にバイデン政権では「あ民主主義のサミット」っていうのをやってますまあ4なので本当は「民主主義のためのサミット」って訳すのが正しいんですけど「民主主義のためのサミット」っていうのをやっていて民主主義を強調したわけですが中国からしてみればアメリカの民主主義なんてもう構造的に破綻してるじゃないかと。 で実際に破綻している制度疲労を起こしている部分があるのであのトランプ大統領の動きを一つ見ても制度的に疲労している部分がかな,かなりあるのでそれを確かにアメリカはおかしいと反応する人々が世界の中には少なからずいるこれもまた事実なわけですね。でまあサイバー空間というのがもともと例えば最近ですねあのえっ、ー、と まあ、イロンマスクの本であったりとか、あの、ベンチャーキャピタルの本とか読むと、まあ、90年代後半あたりというのは、まあ、コンピューティングパワーというのが、まあ、自律的、分散的な新しい、まあ、少し西海岸っぽいカウンターカルチャーみたいな形で、既存の、あの、パワーに対して対抗するものが、あの、コンピューターがパーソナル化することによって出てくるんじゃないかなと思ったら、意外とそれを国家が手に入れてしまって、非常に権威主義国家なんかとは相性がいいみたいな話が、 なってきてきるとそういう意味では今あの国家っていうのはもう国民領土主権でできているとしたら、まあ、新しい空間ができてそれをまあみんな支配しようと思うとただそれっていうのは国家のみならず、まあ、非国家アクターみたいなそれこそまあじゃあテロ組織みたいなとこだってそこはまあ欲しがるですしあとあ g ファ a g a f a ムに代表されるようなデジタルプラットフォーマーっていうのもそこでの非常にパワーを持っていてそれを規制しようとする政府がいるということになってきていますと。で やっぱりこの今世の中にあるそのデジタルな素材というのはまあインターネットというのは一般化してあの世の中にあるもの全てじゃないですけれども例えば今私がしゃべっている言語化されたものであったり音声というのがどんどんテキストベースでインターネット上にあるのでじゃあ生成 AI なんかというのはそれをクローリングすることによってある種の知を手に入れて出しているみたいな話ですと。あだかからら生成 AI もしかしたら あの売り切れデータ売り切れ問題が可能性があってインターネット上のデータを全部入れてしまったらあデータがないから新しいデータを取りに行かなきゃっていうところで今皆さんが喋ってるようなのをもう吸収するみたいな世界に入る可能性もある。であったりあのパームセイキャンって呼ばれる技術があるんですけどもそれは LLM 大規模言語モデルみたいのってあのよくよく考えるとこテキストベースの知,知能しか入ってないはずなのに 間取りの概念がありそうとか、空間っぽい話してるとかっていうことが起きてる。ということは、リアルワールドを LLM で解析して返すことはできるんじゃないか。すなわちロボット、物理世界にいるロボットの頭を LLM にすることによって動けるんじゃないかみたいなのももう出てきてます。それは、あの、Google をやってるパーム制キャンとかですね。それがまあ応用されていく世界において、例えばじゃあ軍事においては、 あのもう陸海空に宇宙そしてまあサイバーをつけてクロスドメインハイブリッドみたいなものをもうこれは所有ですねっていう形でまあ防衛白書なんかやってるわけですよね今そういうところまで来てるのでどれもこれも現実ですねとでそうした時にですねあのまあ独裁的な権威主義国家はこの,あのデジタル デジタルデータそして AI によってあの統治することっていうのはこれは極めて効率的だなってことに気づいてしかもそのパッケージをまあ第三国に輸出するみたいなある種の権威主義国家的あのコンピュータシステムをパッケージとして輸出する,するみたいなことをまあ、でできていると、まあ、そういう世の中に今暮らしていてでそうすると、まあ、先ほどあの江藤先生申し上げたように あの認知戦みたいな形で人々のまあ思考過程に入っていってあのディスインフォーメーションミスインフォーメーションされるみたいのが日常になっていると私も思ったんですけども意外と日本って日本語バリアがあるのでディスインフォーメーションとかにまあまあ体制があるかなと思ったらウクライナ以降、まあ、これはないでしょうっていったような情報がめちゃくちゃ出てくるわけですよね。それある種ののの PV 稼ぎのこう逆張りみたいのも含めてです、ねまあ、本当にあの 誤った情報が YouTube、Twitter 等々、TikTok 等々に溢れ返ったという状況でそうしたときにですね、非常になんかやっぱり我々の世界が、社会がちょっと脆弱になってきてるんじゃないかなというのが進行している気がしますと。で例えばですね、あの米国選挙は有名な例ですけれども、まあ、ロシアがま,ああのまだ生成 AI がない時期に、まあ、一生懸命人間がですね、あのサ,ンクサンクトからですね、あの干渉したみたいなのがありますし、 例えば、あの、フェイクニュースっていうのは嘘つきの配当が生まれるということで、あの、まあ、トランプ氏なんかも、あの、何か言われても、それはフェイクニュースが作られたものだっていうと、まあ、嘘つきが勝ってしまうみたいな、何が本当かわからないみたいな時っていうのは、まあ、大きな枠組みとしてはリベラルな民主主義の危機なんじゃないかっていうのは、まあ、言われているという状況があります。で、そうするとですね、あの、例えば今、皆さん一人一人全員 GPS を身につけてると思うんですけども、まあ、スマートフォンですね。 でそれを身につけてるとある種そ,のそこに対して何らかの統治機関あの統治者がですねあの皆さんに GPS つけてるんである種国境が追いかけてくるみたいなイメージさえもありますと。でそういったとこにあの Google みたいなデジ,デジタルプラットフォーマーがまあ通常は国家が担当しているような領域に入ってくるとあそこにすごく軋轢があらあらあの現れて、まあ、例えばそれが Facebook が通貨リブラっていうのを作ろうと思ったら Facebook のリブラって、あの、もし本当に、あの、それがディプロイされたら、まあ、30億人ユーザーをいきなり手に入るわけですよね、その通貨は。それって、え、ほぼ国家みたいな。ていうか国家以上なんですけども、まあそういう話になってくるから、まあ結局リブラは、あの、米国政府によって潰されてしまったっていうのはありますし、あとはある種の、あの、自国,自国が国際社会で忘れられないために、あの、ある種のショールーム、ショーケースとして完全に インターネット電子政府に振ったエストニアみたいなところもありますしちなみにエストニアって電子亡命政府持っててエストニアがロシアから攻撃を受けたら電子亡命政府がルクセンブルクに立ち上がる仕組みになってるんですねなかなかじゃないですか <laughs> 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 保管してもらってるんですよ自分をバックアップがで、まあ、それがルクスっていうのもまた何かありそうだなみたいな話なんですけどもはい、まあ、そういうわけでですねあのいろんなアジェンダがあるんですけども今のサプライチェーンリスクの話とかも デジタルネットワークとかインフラに何かが埋め込まれてんじゃないかという懸念であったりとか、あと実際にあのスタックスネット事件って聞かれたことあるかもしれないですけれども、まあアメリカとイスラエルが共同でですね、オリンピックスゲームっていうプロジェクトで、まあイランの,かあの核施設をあのプログラミあのマルウェアで破壊しに行って実際破壊できてしまったみたいな話もありますし、まあそういうですね、あのテクノロジーにまつわる そのテクノロジーそのものを使う話もあれば、それにまつわる経済制裁のパッケージ化もありますし、そういう角度を、あの、多分今,、ま、今から皆さんがですね、いろんなものに対して、あの、自分の考えを持っていくにあたって、まあ、あの、知らないっていうことがもうできない話になってきてるんではないかなと思います。まあ、というようなところと、あとまたお伝えしてますように、まあ、巨大デジタルプラットフォームを与え効果っていうのは今後も続いてきますし、あの、まあ、私もこれを まあ、規制に関わっているのであのいろいろ思うところはあるんですけれども、まあ、FTC とか DOJ が、まあ、Google 調査したりですねあとデジタルプラットフォーマー側は自分たちがやりやすいあの法律を持っている国にどんどん移動していくトリティショッピングですねあのいわゆる条約あさりみたいのをあの100人ぐらい使ってやってるみたいな世界があって、まあ、それが例えばあのタックセンエンジニアリングですね あの今でこそもう w i w i s みたいなスキームってなかなか取れなくなっちゃいましたけども基本的にはトリティーショッピングしながら自分たちが法の緩いところタクセンジニアにしやすいところにどんどん移動していくみたいな話をお金があるのでいくらでもできると。でこういったデジタルテクノロジーとかあの先ほど来の,あのディスインフォーメーションハッキングみたいな本来は国家が統制して持てたようなものっていうのをこれは米軍が言ってますけども 以前国家が持ってたものが、あの国家が支配してたものが、今もうあの普通の、なんですかね、非国家アクター、そういったセクターの人たちが持つようになってしまった世界なので、それに対して、あの国対国でやるだけではなくて、そういう他のデジタルプラットフォーマーであったり、まあ、あのテロリストのような非国家アクターとかを見ていかないといけないよというのが、まあ、どんどん出てきてしまったと、それがまあハイブリッドスレッズとして出ていますと。 まあそんな中にですね、まあ、紛争とテクノロジーの時代に、まあ、皆さんがこうどう生きるべきかなんですけれども、あの私はあのあの先ほどの j ビ i c の,のファンド会社、それはあの j ビ i c と経営競争機場で作ったファンド会社なんですけれども、それであの北欧にベンチャーキャピタル作りにフィンランドに2年ぐらいす最近住んでまして、でまあ、なかなかいろいろ面白いなと思うんですけども、中小国の生き方っていうかですね、 あの基本的にはこう国際社会で目立ってないと殺されると思ってますしあのこう皆さんから認知されなくなったら消滅するみたいな感じでやっぱり考えてるなとでそういった時にですねあの私がちょうど言っている時にサナ・マリン首相が誕生して、まあ、その後帰ってきたら NATO に加盟してましたけども、まあ、あのマリン首相なんかもうすごい貧困の出で、まあ、あ,のある。 口さがない人はあのレジ打ウチが首相になったとか言って、まあ、その人のスキャンダルでいなくなっちゃいましたけどもみたいな話ですけどもあの前に首相って英語で諸外国のねあの首脳とかと普通に議論をしていて、まあ、やっぱ教育の勝利だなっていう気は見てて思っちゃったんですよね。ですしあとあのフィンランドですごいなと思ったのはあの外国人私みたいな外国人のために党首がですね英語で政治討論をやってくれるんですよ。 それはなんかちょっと日本で提案してみてください。皆さんぜひ。はい、外国人の方々向けにちょっと日本が何やりたいかちょっと英語で討論したらいいんじゃないですかみたいな、こう、日曜討論でみたいな。はい。やると。でもそうするとなんですかね、あの、なんでそんなことしなきゃいけないんだからスタートしそうな気もしますけど。はい。まあそこにちょっとね、あの、いろいろな差を感じつつですね。あの、それでエストニアにも私の あの VC、ノルディック・忍者っていう名前の VC なんですけども、投資してまして、そこであの、ウーバーの競合のボルト、BOLT ボルトという会社に投資してるんですけども、あの、19歳でウーバーに勝つって言い出して、で、今28とかだと思う、29かなんですけども、今、時価総額1兆2000億円で、まだ未公開状態という会社でして、 まあ当たり前ですけども、あの、ウーバーに勝つとか言った時にはみんなにこうね、クレイジー扱いされて。でもあの、ウーバーのいないところ、中東王とかアフリカでどんどん勝ち始めてですね、まあ今に至るみたいな。まあそういうのが、日本のちょうど100分の1の人口の国、エストニア130万人の国から現れてるみたいなことがあって、これは多分何かがあるんではないかなという気はします。なのであの、 イノベーションはどこにあるのかみたいな、デジタルテクノロジーの世界でイノベーションはどこにあるのかっていうと例えば100万人当たりのスタートアップでエストニアが一番だったりですね、まあ、そういうことってあるんですよねなのでその,あの中小国の生き方あのフォーカスして国際社会に忘れられないようにしてハングリーにやってるみたいな、まあ、いろんな要素あると思うんですけども、まあ、多くの場合そういう話をですね霞が関ですると、まあ、多くの場合 まあ日本は大きいですからね、母って言われて終わるんですけども、まああの、まあそろそろそこだけで終わらせない方がいいかなっていう気はいたしますですね。で、北欧バルトのユニコーン企業っていうのはまあこんなにいっぱいあって、まあ日本だとねメル、メルカリさん、山田さんのメルカリさんが頑張ってるところぐらいですかね、というところで、皆さんお使いのスポティファイもね、スウェーデンですからね。えー、ちなみにネットフリックスであのプレイリストっていうスポティファイ誕生の物語あ,あるんですけど、めちゃくちゃ面白いですよ。えー、はいあの いろんなアングルから、ミュージシャンから見たスポティファイとか、経営者から見たスポティファイとか、投資家から見たスポティファイっていうのは一話ずつあるんですだからちょっとマルチアングルのちょっとあの、怪物みたいな、と <laughs>、はい、<laughs> いう感じで。はい。まあそんなとこなんですけども、今般私あの、ポーランドを規定する中東語にもファンドを作りまして、なんでって言われると、優秀で安いから。多分シリコンバレーで3000万の技術者が500万円で雇える。 でなおかつめちゃくちゃハングリーで英語ができるのでじゃあそれと日本のエンジニア戦えますかねっていう問いに簡単になってしまってでそれで面白いのはですねあのそんな人ポーランドにいたらそれはみんなアメリカ行くでしょうってその問いなんですね今までアメリカに行ったりでそれを見たあのデジタルプラットフォーマーとか大きな人たちがもうどんどん中東に拠点を作ったんですねグーグルマイクロソフトアマゾンインテルと作って そしたらこれもですねよくある話でこれちょっと前の方向なんですけども優秀な英語ができるエンジニアがあの最初は Google とかに入って楽しくやってるんですけどもだんだん飽き始めてですねそこから起業しだす,しだすんですねでアメリカのマーケットを狙ってプロダクトを作り始めるんですねやっぱそういうふうな動きになっていくとあのまた国があの国のまあ一定層ですね ある層が変わっていくんじゃないかなというのを今ちょうど見ているところです。<music>